ねえねえ、もう行かなきゃ。とっても大事なお話があるって聞いたよ。せえな、そんなもんはサボっちまえばいいじゃねえか。またそんなこと言って。二人とも遅刻するつもりか。女王陛下にお仕えする守護聖がそんなことでどうする。さあ行くぞ。何すんだってめえ。ああ、やめてよ二人とも。何をしているんですかね、三人とも。どうせこんなもんだって。それより何なのさ、こんな急に守護聖全員に呼び出したなんてさ。いや、まあそれはですね。そうか、ついに見つかったのだな、次期女王候補と例の惑星が。女王候補と惑星、それは一体。候補が二人上がっているのです。そのどちらかを次期女王と決めるにあたって、惑星を育てる試験を行おうと陛下はお考えです。私たち守護聖の力を正しく使いこなせるかどうか、その惑星で試させるという試験なのですね。それで次期女王候補の二人とは。ええ、一人はロザリアでカタルヘナ、女王や守護聖を多く出した名門貴族カタルヘナ家の出身で、彼女自身も女王候補として非常に優秀な素質を持っています。そしてもう一人は。金の髪の女王候補か。